山の注意点、特に下りなんですけど、何点か注意点があります。で、一つは捻挫、捻挫する人多いと思うんですけど、捻挫する人の特徴としまして、やっぱり後傾になってる人が多いんですよ。後傾になっていて、例えばこの段差があるんですけど、ちょっと急なんで後傾になってて、次着地するんですけど、後傾のままこう降りるんですよ。これをすると捻挫しやすいです。その理由としまして、ここ何があるかわからないんで、とりあえず行ってみます。ここでちょっと足がこうぐねる方向に傾くと体重が全部乗ります。で、推進方向の力も乗るんで大きいぐねりになります。で、後傾で着地するとどうなるか、まだ力が後ろの足に乗ってます。こうなるとこれ滑った時にこっちの足はもう使えない状況になるんですよ。ちょっと難しいかもしれないんですけど、見てるだけでは今後ろの足に力が乗ってるんで、こっちの足は動かせないってことは、こっちの足が何かトラブル起こった際にはカバーリングができないっていう状況になります。で、前傾している人は今からやるんですけど、この着地をこういう風にします。で、反対の足は今、これフリーの状況なんで、もしこれトラブルがあった時、すぐにカバーリングできるんですよ。なんで、着地の時に、着地の足に体幹を乗すというのが非常に大事になってきます。結構段差がきついとか、こういうとこでも、乗す。で、後ろの足もフリーにする。後傾やと、こっちの足に体重が乗ってるんで、もう全く動かせない。なんで、こっちが滑った時は後ろに滑ったり、こう曲がった時はこのまま乗ってしまったり、いろんなトラブルが起きます。捻挫する人はこっちがこう行くんですよ。こういった時にトラブルが起こります。ちょっと怖いんですけど、前、乗る。できる限りこういう段差は使わず、もしコースがあるならば、こういうとこはちょっと大回りも迂回してこうするのが理想ですね。どうしようもなくこういうとこを食らうときは、なるべく前の足に体重を乗せる。で、後ろの足はフリーにするってことが非常に大事です。ポジショニングが非常に大事になってきます。で、フリー。で、すぐ何かの時カバーリングできる状況を作る。それを、下りの際は、段差のたびにそれを意識して下っていくとトラブルは起きにくいです。捻挫とかしやすい人は、ちょっとこの辺の意識を少しだけでもいいので、してもらうと、怪我はしにくいんかなって思います。よろしく。